ったおこぺあったおこぺあったおこぺあったトモさんここ使ってねイエーイ面白なぁこんにちは、こんばんは。アブアミンクラフトだよっす。よっす。よっす。今回はジオゲッサーのチームバーサスっていうモードをやってみたいと思います。はい。はい。最後グエスした点が遠ければ遠いほどダメージを食らうということで生き残り戦みたいな感じかな。なるほど。なので、トモソーラバーサスワトバステンってことで、マップは日本で5分対決です。はい。はい。はい。わかりますか。つわ。はい。じゃあバステンさんワトさんはエワ DW に行ってください。はい。名前なんでこうなる？これなんだろう。俺が一人バババって言うんだ。はい。じゃあ行ってきまーす。じゃあまた後で。はい。じゃあねー。はーい。頼むよ。勝つぞ。頼むよ。協力して頑張ろうよ。じゃあソラさん頑張ろう。頑張ろう。スタート。2対2だからね。うん。これバステンさん強いぞ。強いよねー。来れば強い。強いよ。これだからレッド。ブルーチームじゃない。左上。天下一品とか出とるよ。ねえ、これ早速乗ってるよ。福知山店だからこれ京都だね。京都か。京都府福知山市っていうのが北の方にあるから。福知山店。福知山。わかんない。わかる福知山。福知山ってさ、福知山センターの兵庫県じゃない？すごい。さすが。あ、ここは国道なんとかとかないかなと思って。9号みたい国道。早いね。早い。国道9号の福知山市岩崎の境目みたいだこれ。9号。佐賀商店。関係ないかな。あった。兵庫あったよ。福知山市あった。兵庫の日本海やや日本海側の真ん中ら辺かな兵庫。あで京都市だこれ。京都市。京都府。京都市から左上ずっと見てって。うん、山ん中の町。そう。ああオッケー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 。分かった。だからで、うん、これ展開ピンまで出るんかな。ファミリキッサマイルドよりもあ後ろにあるね。ファミリキッサマイルドが元のところに戻ってみよう一回。あマイルドあるな。マイルドより手前だな。スタートに戻る。スタート戻ってこの辺かな。なんかこの辺な気がする。俺これで合ってると思うな。だいたいここら辺でいいかな。俺グエスしとくわ。あこれソウルさんがグエスした場所がわかんのか。薄くなってんの。うんそうここら辺でもう推測する。落ちちゃおうか。勝ったやろこれ。あ、もう向こうも推測しとるよ。あ、やっぱこれわかるね。あー、くそ。あー、負けたー。左近いところ行ったか。やったー。整備バス。整備バスだからこれさ、九州じゃない？整備聞いたことないよ。西鉄とかだったらわかるけど。平戸大橋。あ、長崎だ。平戸。長崎か。うん、平戸だね。うん、オッケー。平戸は分かるぞ。海沿いやろ。そう。ある。もう平戸見つけた。そうだね。平戸市分かる、ソラさん。分かんない。平戸市。平戸ってさ、なんかの、黒船が来て開港した時の、あ、長崎新聞って書いてある。じゃあそうじゃん。あって、さすがだね。ペリー来航したとこってこと？いや、それは伊豆半島ですけど、その時にいくつか、うん。新しく開放した港があって、そのうちの一つが平戸だったかなと思ったの。この人すごっ。じゃあ海沿い見てればいいのかな。やばい。もう相手撃ったってこと。相手撃ったわ。でさ、あ、そうです。この辺だね。もう時間？いや違う、俺が押してしまった。まだ5分ある。フリーズしたんですか。私が一人で頑張れと。うわぁ、俺推測押してしまった今。あ、まだ動かせんじゃない。動かせん。あ、じゃあもう俺推測押してしまったやな今。押しちゃったんだよ。じゃあそう。あ、で確かに左線に下っていく道ある。あ、わかった。これかなりピンポイントでいけるよ。この辺でしょ。あ、ほんと。もう刺した。この辺だよ。この辺わさ。俺のポイントわかる。フリーズした。国道383号線っていうところにあって、平戸島なんだけど、まだ特定できてないんですよ実は。長崎でもね、美味しい海のもの、イカとかのも、あの、生き作りとか有名やもんね。ああ、そうなんだ。なんか、ちゃんぽんのイメージ強いからさ。あ、ちゃんぽんもうまい。でもまあ、海多いから確かに回転もいいだろうね。そうそう、なんか海沿いとかに結構そういう小屋がある、焼いてるところも。あ、海鮮食べたい。時間余っちゃって世間話してるけど。トモさん、ここ使ってね、イエーイ。あ、そう、確かにこの辺だわ。うわぁ5000かよ。やるなマジで。
あ、どこ？うわぁ、え、嘘、こんなに離れてる？え、向こうの方が近かった？嘘、マジで？マジか、見つけとっちゃん、やっぱ。よし、気を取り直していこう。どこだ、これ。でも北海道、北海道、北海道、矢印があるから、道路に。あ、これ除雪の。そう、雪で埋まっちゃっても道路の両端が分かるようにって。なるほど。国交1号線だって、北の更新のこう興味の興。これなんか牛のマークでとき北海道とかやない？柳原建設さん、ちょっと待って。で、北海道臭くない？その向こうに青缶あるよ、うん、北交1号道路って書いてあるんだ。確かに北海道臭いね。ね、北海道臭いね。これやっぱ北海道だね。おこっぺと、で右行ったら1055号で豊野って書いてある。おこっぺはね、あの工業の工の字、あの、うん、工業高校の工じゃないよ、うん、勃興の工ね。起こす、会社を起こす時の起こすっていう、あの難しい字の方に部活の部でおこっぺ、工部と書いておこっぺなんだって。へえ。こういうのはね、あの多いんだよ北海道は。そのもともとアイヌ語に当て字してるから。334号線、うん、後部、中も後部、なんて読むの、真ん中の中にもに、興味の興に部。わからん。あ、これ中層後部。 あ、 そう、後部。あ、ほんと、俺もそれ見よる。あ、牛いた。牛いるわ。牧場あるわ。青い看板あったぞ。西おこべ、西おこべって読むんだこれ。んー、西おこべとうつ。でも西おこべまでだから大きく広げればどっかで。あ、おこべがあった。北海道の右上におこべがある。右上、俺ピンで刺した。ここら、あったあった、西おこべあった、西おこべあった、ピンで刺した。うん、で300334、うん、あ、334あった、ほら334、ここここ334。あ、あった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 、ほんとだ。333334あった。お、ナイス。どの辺？334。網走、網走わかる？北の方だね、網走は。網走の、下に大空町ってあるやろ？あった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 。あった？ね、秋里橋。秋里橋。いやでもどこにでもありそうな橋だよね。うん。で、これはどこになるのわかんないね。でも、ソラさん、その橋が、なんて橋だよって言ったっけ？秋里八幡宮ってあった。今、私が打ったとこわかる？そう、うん、わかるわかる、打ったところここら辺で。そこにさ、うん、秋里八幡宮ってあるじゃない。あるあるある、秋里八幡シュライン、手前の橋じゃないかな、秋里橋。あ、なるほど。ガッとアップすれば、あ、秋里橋あった。ここ秋里橋って書いてある、俺がピン打ったところ、うん、そのちょっと手前だったから、この辺よ。いいね。じゃあ2人だから、うん、ここら辺とかにかけとく。で、近い方が採用されるから。うん、ソラさん、あの初期位置にさ、周り見ると牛の看板があるの分かる？工場現場出入り口って。うん、そこのさ、うん、矢印の先にある看板が北交1号線って書いてあるんだよね、ちっちゃい道に入ってって。あ、そこのこう交差するところだわ、この NW 方面に。ここ？うん、そうそうそう、だと思うわ。ここが北交1号線なんじゃないのかな。そうよね、他に道ないもんね、うん、道ない、北に出る道ない。噛んだ、ここだ。もっともっとズームアップして、ここ、よし。もうグエスしよう、グエス、グエス、よし。これで相手にプレッシャーがかかる。残り5分だ。赤髪神社か。もうそこ刺しとけば。ともさんにはぜひ刺しといてもらいたいね。確かに。だいぶ、わあ、やばい。あ、残りまだ5分あるわ。でもこっから5分だって。あっちの通話入って邪魔しに行かない。ほいほいほい。わかったぞ。わかった？わかったぞ。もうピンポイントよ。ピンポイントよ。本当？これは5000いくぞ。ここのピンポイントってすごいね。これはでもソーラさんがめちゃくちゃいい気づきした。俺らもずっとコッペ探しようちゃうけど、334ずっとって今辿っていくよ、見つけきらん。あ、もう335になっちゃったな、ラブスまで行ったら。あ、頑張って、おこべって読むんじゃないの、おこっぺって読む。おこっぺ、あ、おこっぺって読むんだ。あ、そうなんだ、うん、青川にはそうやって書いてありますね。なるほど。おこっぺがない。おこっぺもう。どこらへんヒントな。ヒント、だって334だよ、ヒントは。北海道のどこらへん？え、おこっぺはだって北海道を結構大きくした時点で出てるよ。え、ほんと？ほんとだって俺すぐ見つけた。おこっぺはすぐ見つけた。バスンさん、じゃあなんか、おこっぺ見つけて、334見つけて、あとは
あとはこの地図、うん、風景から導いた。おこっぺ、おこっぺは北海道の右上らへんだよ。うん、分かっとる。そこら辺にいるよ。分かってんのかい。うん、うん、おこっぺがない。え、ないってどういうこと。右上に書いてあるよ、門別の左上。バセンさん、門別はモンベルか。モンベル分かんない。名前は聞いたことあるけどね。あ、あったあったあった。おこっぺの場所が分かんない。あ、おこっぺあった、おこっぺあった、おこっぺあった。あったあった。334、あ、こんなところにも334あるんだね。あ、違うところに334があったの。右、右にずっと伸びとったけん。右にね、知床の方に伸びとっちゃう。そう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 。あ、長い道なんですね。あ、これ知床が分からんけど、すごいんだね。右にずっと伸びとった。うん。あ、じゃ、だってこれ国道を見てるじゃん。六角形だから、県道じゃない、道道だよ、これ。あ、そうな。あ、そっか、うん、形が違いましたっけ。そうそう、ちょっと近いぞ。でも和さん悪くないと思うよ、その辺。あ、ほんと、これ辺、いい勝負になるか。いいとこになるかな、わからん、僕ら。これこんなにそこ。あー、これちょっと負けたな。あ、でも和さんこれ1位って出てんな。あ、そう、 1.9 キロ以内だもん。ほんとだ。うん、3メートルやん、すごい。そう、ピンポイント。よし、やってやるぞ。日本って書いてあった今、うん、日本マルコインターナショナル学校の名前だ。オッケー、日本マルコヨロ、ヨロ事務所。そうだね、地名とか貼ってあるからね、うん、目の前にあるのが日本マルコインターナショナル。これ南国じゃない、与那国島とかそんな感じ。なんか南国っぽい景色だな、これ。887って書いてある。なんか南国か、南国ですね。沖縄とか石垣とか、なんかサンゴのさ、これなんかそれ臭いね。あ、奄美支店、奄美支部だって、すごくない、俺。奄美大島、奄美やるね。奄美支部、じゃあ奄美までまず絞ろうか。うん、大きい道路来たよ。与論中学校って何。与論、与論と、与論と、与えるに論じるの論。うん、そう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 。どこ、与論と、島なんだ。島、沖縄県のどこか、ま、マジ。うん、与論中、あ、あったあったあった、沖縄の、あ、俺が指せばいいのか、うん、ここ与論島って書いてある。与論自然食品センターっていうお店がある。与論、与論、あ、あの、与えるっていう字に議論の論ね。うんうんうん、うん、与論島があるよ。いや、これバステンさんなら与論島来てるはずだな、これはきっと。うん、ところなのかな。悪くないよね、向こうも相当探しよっちゃろうね。カウントダウンしてないってことは、うん、探しちゃう。ね、ゲスしちゃっ か, か、じゃあ2人でちょっと違うところ刺した方が確率が高いか。ゲスしちゃおっか。うん、よし、ゲス。うん、ああ、刺したぞ。ここが結構近いと思うよ。どうだ、本当、だいぶ近くまで来てますね。来とるけどね、日本マルコが見つけきらん。日本マルコ、俺らも諦めた。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 俺ら多分 100m 以内には入った自信はある。うん、わ、本当？すごいね。うん、だめよ、もうマルコにとらわれすぎて他が見ない。俺もずっとマルコ探してた。でもまあそんな外れてないと思うよ。なんその上から意見は。大きい鳥が飛んでる。だから何？面白。どういう話だったのそれは。いや、もうこの辺にそこ。でもワトさん勘でピンポイントで来るからな。うん、さあどうだ。ダメだ。どっち。やったー。いや、23。あ、20点。圧倒的に近い。23m か、すごいね。ああ、でもすごい面白い。面白いね、これ。でも1個時間かかるから、もっと時間狭めてやった方が慌てて得点差開くよね。あの、500ダメージとか短くした方がいいね。そう、ちょっと調べとこう。してから3分とかやけ、5分とかやけ、ね、そうね、5分は長いね。せっかくまだ答えまで見てね、うん、みんなで、あーこうだ、あだこうだって言いたかったから。確かに確かに、今途中でやめるんじゃなくて、うん、うん、じゃあまたやりましょう。はい、はい。